辛いところでしたからね、まあ、チェンバー選手なんとか踏ん張ってくれましたね。またマーフィーバスケットカウント、トレーナーをかわして決めていきました。この河村選手加入後この2人のプレー目立ちますよね。そうですね、河村がスティール、そしておしゃれなパスからアウラのバック、河村とアウラがまた見せました。初めてですがこちらのスティールです。さらにこのパスいかがですか。そして広島はゾーンに変わっている秋山、一人かわしてスリー、まとまりました。今日2本目シュートをした後ベッドなんとか取った、ただここでパスミス、松本のスリー決まりました。